多国籍企業とは、活動拠点を一つの国家だけに限らず複数の国に渡って世界的に活動している大規模な企業のことである。国際経済に対する独占力を表す概念であることから、規模にも着目し単純な空洞化と区別する。上記のほか経済学者、レイモンド・バーロンが唱えた製造業に限定したもの。 親会社の出資比率25%を要求したりする定義もある。実際に多国籍企業とされているものはサービス業であったり、投資を利用し直接の出資比率を下げたりしている。多国籍企業という言葉は1960年にアメリカのィーリリエンソールが論文の中で初めて使用したとされる。連合東インド会社のエッチングが多国籍企業が 国際問題となった明確な端所というものは存在しない。多国籍企業に関する学術研究はしたがってイギリス東インド会社まで遡って行われることもあった。個別の多国籍企業種を時系列に整理して一冊に圧縮するような冒険も刊行された。しかし多国籍企業が 東インド会社の17世紀から延々と議論されてきたというわけではない。多国籍企業は国際関係が高度に緊密化した現代資本主義の元における巨大独占企業の一般的な存在形態として問題視された。国際関係が高度に緊密化した現代資本主義とは何を指すのか出典の著者は究明していない。この点を考える手がかりを示す。 まず、多国籍企業に関する研究文献の反乱は1960年代後半以後に顕著である。また、国連が多国籍企業を定義した意味の一つは、1974年12月に国連総会で採択された諸国家の経済権利義務検証にある。そして同じ頃、イギリスの製薬産業の3、4がメルクカンパニーや F。 ホフマンラロシといった外資の支配下にあると指摘されている。は、英米両国が同時に機関化された時代である。そしては、セカンダリーバンキング商戦で、シティの敗北がほぼ決定し、ユーロクリアが設立されて、ライボーがロンドンに上陸した時期であった。そしてその時こそ、機関投資家が分散化する国際金融市場の崇勢を決したのであった。 国際関係が高度に緊密化した現代資本主義とは実際において機関化経済である。機関投資家の資金が津波となって高社債や多国籍企業に押し寄せていた。そこが問題だったのである。日本ではロッキード事件が起こって増愛が世論に叩かれたが、ロッキード社は在外生産活動が乏しく多国籍企業とは言い難いとも言われている。企業というよりも、 兵器産業と贈賄活動が多国籍化していたのであって、そうしたいらぬ金余りが問題だったのである。機関投資家によって世界経済はトリクルダウン理論とは正反対の方向に突き進んでいた。そこにグローバルな独占性が存在した。この大衆貯蓄を人質にとったマネーゲームは世界金融危機を経てなお継続している。 連合東インド会社のインディアマンのレプリカ機関化された企業は実設からいくらでも探すことができる。そこであえてその歴史は問題意識から離れて簡単に書く。1215年のマグナカルタは適正資産の保護を規定した。これがドーバー海峡に多国籍企業が生まれる必要条件となった。陸路では帝国郵便がゆっくりと発達した。 1492年の新大陸の発見により、郵便の利用は活発化した。各国が東インド会社を設立してゆく時期に、マーチャントバンクが登場した。19世紀の多国籍企業といえば、デビアス、ケーブルアイアレス、アメリカの製捕獲者などが挙げられる。戦艦機の主役は、ゼネラルエレクトリックと IG ファルベニインドストリーであり、世界史の要素である。 石油メジャー各社は大変息が長く、それこそ機関化まで経営はダイナミックである。多国籍企業の機関化は所有の国際化であって、1980年代以降、証券化と相互保完の上急進した。そしてリストラも機関化を伴うのである。それは随時、公営多国籍企業の民営化された経験によって速やかに行われる。企業や地域に、 偏りのあるものも紹介している。四大会計事務所も有名。防衛では、ブラックウォーター USAA。国際銀行間通信協会並びに、国際決済機関のクリアストリームとユーロクリアも、企業体である。ファンド・オブ・ファンズが、ミューチュアルファンドとヘッジファンドを、トラスト化している。プライベートエクイティファンドはおよそ以下の企業体に属する。中国台湾ゼネコンは、 日本特有の形態。セメントメジャーにラファージュホルシムやイタルジェメンティ。ありがとうございます。